はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、新型ハリアが、2020年の6月にね、デビューするということで、まあ、ちょっと先駆けて、ウェブの方で発表しますね。では早速見ていきましょう。はい、出ました、新型ハリアかっこええわ今回のハリアはこれで4代目になります。あの3代目のハリアと比べて、よりねシャープなデザインになりましたね。あの特にねこのヘッドライト、この辺がねすごいこう 薄くねこうシャープな目になってますよね。まあ、LED のねヘッドライトが採用されてきて、まあ、よりヘッドライトもね小型化、薄型化することができたということですね。いやこれねちょっとグラフィックなんですけど、現物見たらすごいこの流線形がかっこいいと思います。あ、そういやエンブレムがなくなりましたよね今回ね。これ正面から見た感じトヨタのエンブレムに変わりましたよね。前ねなんか鳥みたいなねデザインだったんですけど、それがね今回から室内に、ドアのところかな、このドアのね後ろ部分にエンボス加工で、デザインされてますね。インテリア、おおインテリア、おおセンターコンソール、これかっこよくねこれなんかねあの馬のクラをイメージことで、まあこれコードバンの革を使ってるわけではないと思うんですが、まあ、あのすごい上質感を感じますね。まあ、それでいてねすごい大人びたデザインですよね。あのレクサスとだいぶねその辺差がもうなくなってきたんじゃないですかね。お、これ後ろもねこのテールランプがだいぶシャープになりましたよね。でこのハリアーはねこれハイブリッドなんですけど、まあ、きっちりねこのマフラーを見せるようなデザインになってますね。ユーティリティ、これ大きいな、これ12インチぐらいやったかな、 12.3 インチの高密度 TFT ワイドタッチセンサーか、まあ、タッチセンサーね、まあ、これね賛否ありますけど、タッチパネルはねボタンが少なくて、すっきりしたデザインに見えますよね。でこれですよ、超高パノラマルーフね、シェードオープンした時に、まあ、超高がつくと、まるでね家のリビングにいるかのような演出が醸し出せるのかな。ちょっと先進テクノロジー見てみましょう。まあ、この辺はねもうお手のものですよね。あの全車速追従機能付きということでね、あの渋滞時のねあの0キロから前の車を追尾するというものですね。まあ、オートマチックハイビームとかねついてていいですよね。結構ねあの街中からちょっと外れたところハイビームしたくなりますもんね。ローサイドアシストか、まあ、表紙見逃し防止サポートということでね、まあ、こういうのが、表記に出てくるんですね。で今回ねこれデジタルインナーミラーがついてるんですね。前と後ろ両方ね、録画機能付きということで、まあ、これはあれなんですよ、もうドライブレコーダーがねもうすでにこれに備わってるということなんですね。まあでもこれね私個人的にはね結構あの夜でもね結構眩しいんですよそれでねあとなんか妙なね距離感覚がつかめないので、私はねあの普通のねあのガラスの鏡のミラーが好きなんですけどね。これ普通のミラー選択することできんのかな。まあ新型ハリアからスマホと連携して、まあアップルのねカープレイとかアンドロイドのねオート TM っていうんですかね、その辺が標準機能になってます。まあ、いつもね使ってるスマートフォンが車でも使えるというものになってますね。あ、これナビはね2つ選べるみたいですね。8インチのディスプレイと 12.3 インチが選べると。8インチは6スピーカーに対して 12.3 は9スピーカーもついてんのかまあそら 12.3 の方がいいわな高そうやけど。タイプはね 2.5 リッターのハイブリッド車と2リッターのガソリン車に分かれますね。まあ、ハイブリッド車はね E4 というものが、トヨタありまして、後輪がね、電気で動くんですよね。前輪はガソリンエンジンで後輪はモーター駆動というものがついております。まあハイブリッドはそれはいいっすよね。まあ値段の差でねガソリン選ぶ方も結構いらっしゃいますけどね。これそうそう、このハリアはね1997年からあるんですね。結構最近の車かなと思ってたんですけど意外と古いんですよね2代目がね結構私印象が強いですね。これ2003年から2013年、10年も、このモデルあったんですね。で、サードモデルが、
2013年からと、まあ7年目にして、モデルチェンジということですね。3代目ね、やっぱすごいね、人気があったみたいで、もうモデル末期なんですけど、売り上げの方がね、トヨタの方ではなんと SUV で2位ということで、いや、すごいですよね。4代目もね、この3代目のデザインをだいぶ受け継いでますよね。ちょっとこれ分かりやすくね、3代目と4代目、照らし合わせてみました。ちょっと分かりづらいけど、4代目ハリアー、そして、3代目ハリアーと、こんな感じで、ほら、ちょっとね、ちょっと大きいでしょ？4代目ハリアーが。ちなみにね、新型ハリアーの、ボディサイズは、全長が 4740mm、全幅が 1855mm、全高が 1660mm ですね。全幅がね、1855mm ってね、結構、大きいですよね。3代目のハリアーに比べて、全長が 15mm 長くて、全幅が 20mm も長いんですね。で、全高は 30mm 低いと。ホイールベースはね、30mm も伸びてますね。リアテールランプが結構お尻がキュッと上がってる感じですね。まあ、こうやって見比べるとだいぶ違うんですね。やっぱ4代目の方が、まあ、より洗練されて綺麗になったかな。いや、ボディサイズはね、少し大きくなったんですが、最小回転半径が 5.5 メーターということで、先代のモデルからね、0.1 メーター、小回りが効くようになってます。いや、でも今回のね、このハリアー、内装はね、すごい良さそうですよね。電子シェード付きのパノラマルーフがね、結構開放感があっていいんじゃないですかね。で、今度のね、新型ハリアーのプラットフォームは、ラブ4とね、共通化されてますね。ラブ4との違いは、ショックアブソーバーの、性能が向上されたということなんですね。まあ、パワーユニットもね、実はラブ4と同じなんですが、2リッターの最高出力は171馬力ですね。ハイブリッドはエンジンとモーター合わせた最高出力が、218馬力ですね。4WD は222馬力ですね。価格帯の方はね、まだ発表されてないんですが、まあ、おそらく350万円前後が、主流になると思いますね。まあ、ハイブリッドのね、肉で400万円前後っていうところですかね。はい、いかがでしたかね。トヨタハリア、2020年のね、6月に発売ということで、まあ、5月ぐらいからね、予約が、できるということらしいですね。やはりね、今人気の SUV ということでね、トヨタがね、力を入れて作ったなという感じがしますね。はい、というわけでね、今日は、ニューハリアということで、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、新型ハリアでした。じゃあね、バイシュー。